です。いつもご視聴ありがとうございます。行ってきました、ベトナム。はい、ベトナム良かったです。まあ私はねタイばっかり行くおばちゃんやったから。でもねベトナムでね63歳のね誕生日迎えたんです。あんまり嬉しないけどね。でもね向こうのホテルのおもてなしがすごくよくってね、なんで誕生日しとったんよぐらいね、朝からねなんかお祝いしてもらったんですよね。それも投稿に残してるんで、よかったらまた見てください。よろしくお願いします。まああのまあね63歳になりましたけれども、はい、ちょっと体調崩したり骨折がなかなか治らなかったりとね、非常にメンタルもやられてたんですけれども、あのまあ1時間でも近くということで、今回は6ヶ月ぶりの海外旅行で、ベトナムを選んだんですね。まあバンコクはねずっと行ってて、ベトナム初めてだったんで、まあ、ちょっとねあのどう違うかなっていうのを自分なりにねちょっと比較してみたんですけど、いやベトナムなんかね本当良かったです。もう食べ物美味しいし、物価は安いし、もう買い物するのにももう盛りだくさん、格安のがいっぱいあるし、まあ、私は買い物あんまり好きじゃないか買い物しなかったですけどね。まあ今回は娘も行ったんで、娘はねもう喜んでね、なんかいっぱいスーツケースまで買ってました。スーツケース買って、スーツケースに用さん物が入れてね。まあでも良かったです。物が安くてね、食べ物美味しくって、でおもてなしも良かったし、ホテルなんかでもすごいどういうんですか、おもてなし最高ですね。着いたらすぐそのフレッシュの、ね、ジュースと果物出していただいてね、まあ、そういうところはねもう抜群でしたね。まあ、日本もねおもてなしがすごくいいですけど、いやベトナムも負けずしてね良かったです。で人もね良かったしね、すごく私にしたら本当思い出深いベトナムになりました。でタイはねもう私のね第二のふるさとみたいなもんね、もんなんですよ。もうずっとね逆に行かないとね、もう本当依存症みたいになってね、行かないともうなんかいやもう早くもう行きたいって。でもねベトナムまで行ったらね目の前がねタイなんですよ。もうそれでもねもう今回はベトナムだけで帰ってきたんでね、もう本当にもうタイには行きたくなってるんですけど、まあハノイっていう場所をねちょっと話も飛び回るんですけど、ハノイとまあ言えばダナンとホイアンと行ったんですけど、ハノイはね空気悪かったです。はい、もう私多分もう一回って言ったらもうハノイいいかなって思うかもしれないです。でもダナンがすごく良すぎたから、ダナンに直行便があったら絶対に私ダナンに行きたいと思います。ただね直行便がないんですよね、関空からね。じゃあどうするって言ったら、ハノイから一遍行ってハノイから国内線乗り換えてっていう形を取るのでね、まあお金もね結構倍近くかかるんですよね、国内線も高いんでね。だからまあまあ今度ね直行便がでもなんか出るっていうのをちらっと聞いたんでね、もし直行便がダナン行きが出たら、私はもう絶対にダナンにはまた行きたいと思いました。はい、まあそれが大きな違いというか、食べ物がとにかく美味しくって安くって物価が安くて、まあ、でも私初めてタイ行った時、ですよ、食べ物はまずいし、なんか水から臭い匂いはするし、でまあ今やったら物価高いしっていう風にこう比べちゃうんですけど、でもねタイはタイでいいとこいっぱいあるんですよ。もうやっぱりそれだけ魅力があるからずっと行きようんですけど、まあ大きな違いはね、もうしょうもないことで怒らないでくださいね。ハノイってね暑いねん、どこの部屋行ってもカフェ行ってもエアコン効いてへんねん。でもその点ねタイはねどこ行っても涼しいねん。だからもう暑くてしんどかったらね、その辺のカフェピョッと入ったらもう涼しいから、暑くてもね街中が暑くても結構ねなんとか過ごせれるんですけど、もうベトナムだけはねもう暑いからカフェ行っても冷房がないから、ずっとこうドリンク飲みながらこう仰いでるような状態、汗だくだくになってっていうのがね、まあ、でも体のためにはひょっとしたらそっちの方がいいかもしれないですけどね、まあ、そこが大きく違いがあったと思います。あとね女目線からなんですけどね、ベトナムって結構ねまあたまたま泊まってるところがそうなんかも、あとは夜あんまりうろつかなかったからわからなかったかもしれないんですけど、あんまりねこのどういうのバーッと男の人たちが遊ぶようなところっていうのがあんまり
わからなかったんです私ね。私の場合パタヤにずっと行ってたから、パタヤってもうそんなんいっぱいあるから、まあ、そういう意味ではなんとなくですけど、なんとなくただその場所を知らないだけかもわからないんですけど、私が泊まった周辺では割とねお店も早く閉まって、もうカフェなんかでも9時半とかぐらいに閉まっちゃうぐらいのところだったんですけど、まあだから環境的に言ったらひょっとしたらタイよりベトナムの方が環境はいいんかなっていう感じを受けました。まあわからないです、初めて行ったんでね。まああの私はでもあのドキツイ好きなんでね、全然もうタイのパタイとか大好きなんですけど、まあそんな感じが違うかなって思ったんですね。まあでも同じねアジアなんでね。それよりね、あの一番はね、まあタイもベトナムもあの本当に私大好きないいところなんですけど、ここでねちょっと日本と比べてみたんですよ。で日本ってどうかなって、今ねもうすごい円安ですよね。まあそやからって言うて、あのまあアメリカやあんなに比べたらそんなめちゃくちゃ物価が上がってるわけではないですけれども、私ねたんまにね不安になるんが、やっぱりねあの食品のね自給率なんですよ。食料自給率、私前にもね多分投稿してるんですけれども、日本ってね自給率めちゃくちゃ低いんですよね。ちょっとねネットでねちょっと見とったんですけどね、日本でね自給率がね 30% なんですよ。 30% ほとんどね輸入に頼ってるじゃない、輸入に頼ってるんです、輸入にね。それでベトナムがね自給率がね164%、それとタイ、まあそれもねベトナムはねお米とかねカシューナッツとかコーヒーはね世界で1、2を争うぐらいのね輸出らしいです。でタイは自給率 150% なんですよ。だからタイもね結構貧困の方もいらっしゃるんですけど、餓死するっていうことは意外とないらしいんですよね。それだけ食べ物がたくさんあるんですよ。その点日本がね38% 低いよね。これどないなんのかな思ってね、もうそれ思ったりします。前もねそんなんで日本大丈夫なんていうのもね、まあ輸入に頼ってるから結局はもう種も全部ね海外から仕入れないとないっていう状態みたいなんでね、まあそういう意味ではね私もタイとかベトナム行って食事食べながらね、やっぱり盛りだくさんのお野菜とか分量がねただもんじゃないんですよね。だから値段が少々タイでもね値段が上がってますけれども、ほぼ日本と変わらないか下手したら日本より高いかもしれないですけど、でもねボリューム感が全然違うんですよね。お野菜もたんまりあるし果物もたくさんあるしっていう、まあそこがね、まあ、逆に私は日本と比較した時にちょっとそこが心配になってしまうことがあります。はい、まあもちろんね日本はずっと私日本人なんでねもちろんいいところもいっぱい分かってるし、日本の伝統もね守っていかないといけないということもよく分かってるんですけれども、でもやっぱりまあその民度の違いもあるかもしれないんですけど、例えばベトナムなんかやったらね自分の国旗をだー並べてるわけですよね、国ね。まあアメリカでもそうですよね、ちゃんと国旗上げてる愛国心がやっぱあるんでしょうね。その点日本っていうのはなかなかそういう旗を上げるということもないですしね。だからやっぱり私はそういう意味ではちょっと日本心配かななんて思ってます。それでね今ちょっと見よったんですけどね、日本がまあ言ってた 38% なんですけど、他はどんなんかなと思ったらカナダが、266%、すごいね自給率。オーストラリアが 200%、 アメリカは 132%、 フランスが 125%、
ね、ドイツが 86%、 イギリス 65%、イタリアが 60%、 スイスが 51% っていうこと。その下になんと日本がね、最低の水準でね、これで日本がなんぼって 38% でしょ。こんな低いって大丈夫なのかなって本当に思ったりします。まあね、農家せなあかんね、みんなね、本当ね。まあそんなこともね、勘含めてね、まあ日本もね、いろいろ心配事が多いですよね、今ね。まあどうしたらいいんかなって言ったらね、私思っとんですよ。まあね、まあ私もテレビ全く見ないから、テレビにこう情報っていうのはちょっと分かってないんですけど、まあ言えば YouTube とかね、ネット中心に情報を得てるんでね、うん、ただまあ今度ね、選挙がありますよね。まあ選挙、東京知事選ですね。そういうので日本のね、選挙率も低いんですよね。もうベトナムなんかね、 98% かなんか言ってました、選挙ね、投票率。もうやっぱりね、自分の国がね、良くなるためにはね、やっぱり選挙に行かないとダメなんですよね。だからもう東京都知事でこの間で 50% 切ってたという話だったんでね、残りの 50% の人がちゃんと勉強されてね、どの人に入れる、私は誰にどういうのはね、言う権利はないですけど、やっぱり日本のためにね、してくださる人ね、口だけでない人をちゃんと見極めて、やっぱりね、投票に行かないとダメだと思います。でないと本当ね、日本終わっちゃうんじゃないかなと私本当心配してます。まあね、日本があかんかったらどっか行ったらええやんっていうね、そんなお金持ちの人もいっぱいいるかもしれないけど、でもやっぱり自分は日本人として生まれ育ったらね、やっぱり日本の国はね、海外に行こうがどこに行こうがね、やっぱり日本人としての誇りも持ちたいしね、今まで先進国でね、日本人っていうだけでも信用があって、赤いパスポート持っとうだけでもね、世界一のパスポートって言われるぐらいね、どこの国でも行ける、そんな日本人がね、悪くなって、日本国が悪くなってほしくないのでね、もうほんとね、ぜひね、もっと知事選選挙行ってください。私もね、人のこと言わへんね、ほんまにね、私も興味がなかった、正直ね。まあ言えば誰に入れても一緒やし、まあ今日食べてるからええかぐらいのね、人間やったんですよ。まあこの年になってきてね、だんだん分かってきて、うん、遅いねんけどね、こんな年で。だからみんなね、若いうちにね、とにかく学んでね、自分らはこれからね、先があるんですよ。私ら言っても63、あと10年生きたらええとかも分かれるね。でもそう思ったらね、次の世代のためにもね、とにかく選挙に行くこと、なんかね言ってました、デモをしたりとかね、ネットでわーっと騒ぐよりも何が一番強いかって言ったら、選挙で一票を入れることらしいですね。選挙で自分の権利があるんですよ、それをね。だからその権利を自分で本当に日本を良くしてくれるっていう人を見極めて、その人のね、投票してほしいなと思います。7月7日ね、東京選挙ありますよね、都知事選、必ず行ってください。本当によろしくお願いします。日本のためにもね、みんな日本人の次の世代のためにもね、本当にそこのところよろしくお願いします。まあなんか知らんけど、ベトナムの話からタイに行ってもね、日本のね、まあでもね、同じアジアとしてね、今まで日本はね一番やったんですよ。もうでもね、どん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 向こうは進んでいってます。もうそんな勝ち負け、そんなこと言ってるんじゃないです。ただね、日本は日本のいいところがあるのでね、それを守り続けれたなと、守り続けたいなと思っております。まあね、長々と喋ってまいりましたけれども、これで今日は終わりにしたいと思います。どうぞ選挙に行ってください。よろしくお願いいたします。